Thank you so much for checking out Chris's room. 今日もお忙しいところ、いろんな楽しいことができるんだけど、このビデオを見てくれて本当にありがとう。心から感謝しております。みんなコメント本当にありがとう。本当に嬉しい。本当にありがとう。いつも優しいコメントをいただいて本当に感謝しております。もうマジ本当にありがとう。で、ちょっと今日のビデオはなんかメッセージがあるっていう感じじゃなくて、この間のチャンネル登録者の感謝の気持ちのビデオをアップした時に、誰かがそれみんないろいろ答えてくれて本当にありがとうね。あれを参考にして今後ともビデオを作っていきます。で、コメントの一つにね、クリスのプライベートが見たいっていうのがあったんで、ちょっと今日はクリスのプライベートについてのビデオです。まずね、今高速乗ってんだけど、スピードリミットが75マイルなのよ。で、マジ速いので、75って120キロなんだよ。だからみんな120キロ行ってて、で、速い人とか130行ってるわけよ。で、アリゾナとか行くとなんか80なんだよね。80マイルス80マイルスプラワー。マジスピードリミットが130なんですよ。ちょっとね、アメリカの高速は速いぞっていうのが一つらを伝えたかったクリスのプライベートで思ってるところです。多分知ってる人多いと思うんだけど、アメリカにカジノっていうのがいっぱいあるのよ。カジノってネイティブインディアン、ネイティブアメリカンの人たちにライセンスが与えられるんだって。まあ、ラスベガスとかはわからないんだけど、こういう今ニューメキシコにいるんだけど、ニューメキシコ、アリゾナ、ネバダとかにカジノが本当になんか田舎中の田舎、何もないところを高速運転したらバーンってカジノみたいなのが出てきて、で、ネイティブアメリカンのコミュニティがあるのね。で、ここら辺はプエブロって呼んでんだけど、このプエブロ、このコミュニティにライセンスが与えられるわけよ。ギャンブルしていいよって。そのカジノの運営をしてコミュニティにお金が入ってきて、こういうのができるの。こういう家がいっぱいあるじゃん、もう砂漠の中の。そのコミュニティの中にはなんか一応アメリカの国なんだけど違う国みたいになってんのかな。で、その法律とかも違うんだよね。面白いなって思って、今日はちょっとね、クリスのアメリカのツアーみたいな感じで、俺が面白いなって思うものをちょっと紹介できればと思っております。こりゃさすがになかなか見ないよね。ガソリンスタンドにさ、バーガーキングがついてるぜ。ソーセージビスケットが79セントだって。Hey buddy, what you doing? We're sharing the love. Aw, you guys are the best. Thank you. Trick or treat. Come on. You're not working hard. Alright, you got a card. Yeah. Nice.ワンちゃんたち何やってるのって聞いたら、いや、We're sharing the love、 愛をシェアしてるんだよって。なかなか見たことがない。今日はいい日になりそうですということでですね、面白いのがあるの。ちょっとフォーカス合わないんだけど、 A って書いてあるのよ、ここに A ってね。で、この飛行船 Southwest Airlines っていうんだよね。 Southwest Airlines は席がないわけよ。で、こうやって A と B に分かれて、こういうところで、並んでさ、で、なんか適当になんか番号があるわけよ、チケットに。で、それで、まあ、自分が座りたいところに座るっていう、フォーカス合ってないんやん。だから自分が座りたいところに座るんだよね。で、こういう感じでそのラインを なくすることでもっとより早くサービスが早くできるっていう作戦らしいんですよ。ごめんね、俺全然フォーカス合ってねえな。
ということでですね、今 LA に来ました。Hey Steve。スティーブと申します。よろしくお願いいたします。なんとスティーブは日本語を話せます。あ、そうなので早速ね、In and Out Burgers。 何これ、 In and Out だよ。 In and Out だよって言われてもね、まあ行こうとしたんだけど、見てこのラインアップ。 My God、 そこに行くんだけどドライブスルーなんだけど無理だね。車のこんなに車がほら、おお、行きたかったな。ねえ、ほら、お、パーキング、ピンポン、ナイス。正直言ってね、こんなに人がバーガーショップに入ってるの見たことないんで。Thanks, Ed。 ちょっと後ろ見えるかな。 Thanks, bro。 見てほら、Right here, bro. Hey, I got backyard parking, bro. Man, you guys don't know a good deal when it's here. Yeah. Right on, dude. Hey, ごめんね。ちょっと追加のシーンなんだけど、このシーンは NFL のプレーオフ、フットボールのゲームをロスで見ようとしてるのね。で、駐車場がスタジアムにないわけよ。満車で。で、くるくる回ってたら、なんか自分の自宅の駐車場を貸そうとしてる人が、もう正直言って何十人もいるわけよね。ずっとスタジアムの周りに。で、なんか旗とか振って、ね、看板とか持ってさ、40ドル、40ドル、30ドル、30ドル、うちがいいよとか言って、すげえなんか、その自分の自宅の駐車場、庭の駐車場を貸そうとしてるシーンがあって、いや、こんなの見たことないなと思って、ちょっとね、説明がこのビデオで、シーンでできなかったんだけど、追加です。Alright, let's check out the game!ですね、やっとゲームに入ることができました。でね、すごいんだよ、このフットボールゲーム行くときさ、全部こういうのに持っていかないといけないの。これさ、クリア、なんかこういうバッグにしないと持ってもの、なんか普通のバックパックとか入れることができないんだよね。ということで、Hey Steve. Hey man, what's up? So the thing is, the problem that we face is when we take off from Fullerton here, from right here where you see 25-100, yeah, that's LAX Class Bravo airspace. If we accidentally fly into that without a clearance, we're going to be in deep trouble. ということでですね、今日は飛行機飛びに行きます。でね、今ロスから45分ぐらい隣の町にいるんだけど、この辺りにね、結構飛行場がいっぱいあるのね。で、LAX とか、まあ、軍の基地とかもあって、で、なんと、ここに間違えて入っちゃうと、スティーブの飛行機のパイロットライセンスが、まあ、取られちゃうっていうことになるので、結構法律違反なんだよね。だから、気をつけて、今日は飛びに行くという、まあ、毎回気をつけて飛んでると思うんだけど。Hey, you're so cute. Hey, buddy. Oh, look at him. Oh, look at these guys. Ah! Yeah, やめてくれ。かわいすぎる。ということでですね、ちょっとチェックリストをやっててね、個人的に微妙なものがあるんだけど、どうみんな微妙？これ、
このままディズニーランドの上ちょっと飛んでビーチまで行って、で山の近くまで戻ってきて着陸するという、で1時間9000円レンタルプライス、すごいよね。こういうの日本でできたらやばいよね。ちょっとね、変なのよ。後ろのテールのラダーっていうところがあるんだけど、そこがなんか左側に向いててちょっとやばいんじゃないかっていう感じです。 I'm serious, don't talk. Clear!Good, Steve. That was good. I know. Arigato. 今の結構楽しかったよ。 Yeah, damn, you see my leg moving though? Yeah. She was shaking to hold the pressure in? なんか飛行機のね、後ろのところが壊れてたようで。楽しかったな。いやー、でもすごいね。1時間9000円で飛行機を借りて飛ぶという趣味は相当やばい。お、かわいい。Hey, buddy. Hey, buddy.なかなか日本では考えられないよね、飛行機借りようぜって。でスティーブの趣味は飛行機飛んで、僕の趣味はドローンを飛ばすという、なんとなく微妙なギャップがあるんだけど最高です。いや本当に生きてる充実感、充実感、やりがい感、その仕事のやりがいっていうのもあって、でその趣味とかプライベートの人生のところのやりがいを感じるっていう感じ、ものすごく感じています。ではまた。ということでですね、飛行機どうだった、スティーブ、何があったの一体。 So we took the plane up today, from the airport to the great day. でもね、スティーブ、ちょっと悪いんだけどさ、今のもう一回日本語でやってくれないかな。いや、やめません。日本語できない。できないね。ちょっとできるでしょ。いや、ちょっとできないですよ。ちょっとできない。まあね、テールのさ、ラダー、なんていうの日本語で、まあラダー、ラダーがなんか壊れてて、で勝手に飛行機がくるくる回るような感じで右足でこうやって、まあくるくるじゃなくてもうロールだよ。あ、ロールなの。やばいね、それをね、その問題があったので今回は海には行けなかったということなんですけれども、まあ残念だけどね。その代わりに
Mount Baldy 山に来ましたということでカリフォルニア楽しんでます Thank you everybody and I'll see you next time on、yep. クリスの部屋 I love you guys Peace out ということでですねロスのアイスクリームショップにいるんだけどなんかよくわかんなくてなんかアイスクリームをその場でなんかそのボウルに入れてで超冷えてるナイトロジェンを与えてフリーズさせるというおすすめのスティーブのおすすめのアイスクリームショップですちょっと見てみましょう What do you put in there? Huh? Is that ice cream in there? Yeah Is that like soft?Whoa, that's ice cream? Yeah. That's awesome. Mike.